大飛島は、岡山県笠岡市の笠岡諸島に属する、面積1.05平方キロメートル、周囲5 5キロメートル、最高点152メートルの島である。笠岡港より、南約17.5キロメートルの瀬戸内海国立公園笠岡諸島にあり、小飛島の西、白石島の南に位置する。環潮時に小飛島に向かって出現するサスは、 市の天然記念物に指定されている。このサスの付け根にあたる部分では、奈良時代から平安時代にかけて、航海の安全を祈る祭祀が行われていた。なお、サスは、かつて小飛島とつながるほど巨大なものであったが、潮流の変化などから縮小傾向にある。教育施設は存在しない。医療施設は、笠岡市飛島診療所がある。このほか、島内には、 指定史跡の大飛島遺跡、大都市神社、椿の原生林などがある。大飛島遺跡出土品の一部は、岡山県大飛島祭祀遺跡出土品として、国の重要文化財に指定されている。重要文化財の出土品の一部は、国の一部は、笠岡市の所有で、前者は、岡山県立博物館、後者は、笠岡市立郷土館に保管されている。 山陽気線か岡コース。ありがとうございます。